ちょっと初めからね、はい、できませんでした。はい。まあ、記録として、はい。お願いします。はい。では、続きまして、本日のゲストのご紹介です。RI26801 区ガバナーの安行英文様です。はい、こんばんは。こんばんは。ガバナーの随行者は、代表幹事の高橋学様です。はい、どうもこんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。はい、サンダロータリークラブ会長の今崎仁様です。どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、ありがとうございます。それでは、渡辺会長の挨拶をお願いいたします。はい、本日本当お忙しいところ、ゲストの皆様ありがとうございます。あと、会員の皆様もですね、初めて、今回リアルで今年度に入ってからですね、集うという機会でございまして、山内市長からはですね、お前いつになったらズームすんねんみたいな話をですね、いただきながらですね 全然つなげてないことをお詫び申し上げながら、でもやっぱり皆さん集うとすごく楽しいというかテンションが上がってきますので、去年はですね、前藤原和秀会長がですね、みんな来ても来えへんでも、必ず火曜日の9時からずっと開くからみんな来てねということでですね、部屋を設けていただきまして、そこで児玉さんと山内さんとかですね、みんなで行ってですね、ゲームのような、そこでアバターを作って、こっちも来るというですね、いろいろ実験してたんですが、実験すらちょっと活かせてなくて、本当にちょっとこの場を借りてお詫び申し上げます。申し訳ございません。再開したらぜひ皆さんまた集っていただければというふうに思います。で、来年ですね、明けて2月ぐらいにですね、久留米の山内市長のところへですね、ぜひちょっとリアルで、皆さんでですね、逆襲していきたいなと。何の逆襲かというとですね、去年 IM でお越しいただいて、児玉さんと抱き合って泣かれてた姿をですね、再現した、痛く、感動しておりましてですね、そら来てくれたんやから行かなあかんやろという話がありまして、堤さんも来ていただけるという噂は、なんとなく聞いてるんですけど、できるだけ多くの方で、逆襲ツアーですね、させていただければというふうに思ってます。で、場所であったりですね、ちょっと開催どうしようかみたいなところで行くと、今詰めてる最中なんですけど、できればそのためのですね、ズームを一回やりたいなと思いますんで、ぜひともちょっと皆さん、日程調整いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。で、通常のですね、ウェブの例会みたいなものに対して、今週もテーマを挙げておりますんで、大河内さん、今週もちょっと上げていただくこと可能ですかね。あ、今週も、はい。この後、夜のような僕がアップします。で、ちょっといらんことをかなり喋りすぎてましてですね、私、かなり時間食ってると思うので、また、大丈夫ですかね。はい。じゃあ、それをちょっとダイジェストじゃないんですけど、何をあげますという、ちょっと予告をここでさせていただきたいと思います。今回ですね、テーマさせていただいたのがですね、2024年に、いろんな業界の中でですね、ちょっと人手が不足するというふうなお話があって、当然、堤さんいらっしゃる医療業界であったりだとか、そのようなもうコロナ時期から人足りないみたいな話をされてたと思うんですけど、それ以外にもですね、かなり、やばいでって言われてるのが、建設業界ですね。山内さん関連かと思いますけど、そこの業界であったり、もっと深刻なのが物流関係、ドライバー不足っていうのがですね、これが言われています。で、記憶に新しいと思うんですけど、バスの定期便がですね、金剛バスっていうのがですね、要はちょっと事業終了ということで、今年度末に閉じられるんですけど、その半分がやっぱり人が確保できないみたいな話がありまして、なってるんですね。で、背景がどこにあるかというのは、ちょっと業界の方が言ってるページがありますので、そこをちょっと共有させていただきますね。知ってますか？物流の2024年問題ということです。清水さんご存知ですか？知らない。吉井さん見られたことあります？こんなのって。あんまりない感じですかね。で、聞きます。話としては。聞きますよね。はい。私、前職リクルートで採用のことばっかりやってて、
今もそっち系でコンサルやってるんですけど、もう本当に大変なんです、今。何やっても人取られへん。で、この背景で言うとですね、働き方改革っていう言葉が結構昨今も飛び交ってると思うんですけれども、もう実際のところ、働き方改革の関連法案っていうのが通ってですね、実際も施行されてるんですけど、大企業オンリーみたいなところで今進んでるんですが、中小零細もですね、2024年の4月から完全に適用になります。という中でですね、労基法で言うと、例えば、運送建設業界の残業時間上限が年間960時間に制限されますとかですね、もろもろいろんなことがあって、それの関係性でですね、要は、今確保してる従業員さんを、要するに残業してもらいながらフルでカバーしてた物流の世界で言うと、もうカバーしきれなくなると。ちょっとスクロールしていただいていいですか、ね、ことが起こっています。労働時間が短くなることによって、輸送能力が不足するということで、人もいない、人もいないという、人が使えないということなので、で、こういうことが言われています。で、またスクロールしていただいて、有効求人倍率って、今まで垣さんとか、見られたことありますか、うん、割と、経営者さんだったらずっと見られてると思うんですけど、これ何かというと、ハローワークに、毎月仕事を探して人が来られます。で、企業側も何人欲しいっていう求人出します。これをずっと統計取っとるんですね。人一人が来たのに対して仕事が1あったら 1.0 っていうことです。で、人一人に対して仕事が2つあったら 2.0 って言うんですけど、見ていただくように、ドラマ側で言うと、令和5年4月 2.11 っていうふうな予測が立っています。ということは、二社に一社はもう全然人いないんですね。職安の中でもいないということになって。で、現実問題今何が起きてるかということで、募集出されている企業さんのところとか行くと、要は、働く側もですね、会社の方がもうちょっと、要するに労働時間に制限かけてきよるんで、副業を求めてるんですよ。週に2回ぐらい別な輸送会社で働けへんかな、みたいなことをやっていて、それの情報戦で、今割となんかややこしいことになってます。非常に。で、そんな中でも確保しようっていうふうな、一通り合戦みたいなことが起こって、ガーッと言っていただいて、この辺の問題、結構ですね、トラックとか輸送に限って今回言ってるんですけど、いろんなところ、先ほど申し上げたような、医療業界とか他のところにささやかれてまして、正直、手慣れでやってるともう大変なことになります。ほっとくと人は確保できないっていうのは目に見えてます。かたやですね、結構 IT であったりだとか、チャット GPT とかに、代表されるような、要するに、人間がやってた、指摘作業を全部コンピューターがやってしまうみたいな流れもありますので、ホワイトカラーでそれやってた人が、ブルカラー行きゃええやないかって思いがちなんですけど、なかなかそんな単純なことでもなくてですね、来年再来年になってくるとなんかもうさらにややこしいことになるかな、というふうに思っています。で、またこのあたりは、調べていただくとネットに出てることですんで、興味関心あられましたらちょっと見といていただければというふうに思います。で、さっきのやつを、はい、出していただいて、で、人をどうやって確保していくかって話でですね、これはずっと22年間ずっと本業で私やってた領域なんですけれども、今も結構はい、ありがとうございます。この領域でいろいろご相談されることが多くてですね、これ人事コーテーズって言うんですけど、人が欲しいってなった時にですね、左から2番目の採用っていうところが、割とこう世の中には見えやすいところで、求人出てたりとかですね、紹介で何人欲しいとか言われてるのが採用なんですけど、採用が起こる前に人事計画とか人材要件明確化っていうのがあります。何かというと、いつまでにどんな人が何人欲しいっていうのが発生します。で、ここを言語化していただいて、採用できましたってなったらどうやって配属しますかとか、入れた時にどういうふうに処遇しますかみたいな話を、会社によって違いますね。しております。
で、大抵ボーナス前に半期に1回ずつぐらい評価があって、評価の結果、この人はちょっともうちょい教育が必要なとかですね、資格取ってもらうためになんか育成、なんかテキスト渡そうかとかですね。評価の結果、移動をさせたりとか昇進したり降格したりっていうのが行われたりとかします。で、最後辞めていく退社っていうのがありまして、で、中でいらっしゃるところが、ちょっと大きめのオレンジの丸で書かれてるんですけど、ここは、複数いらっしゃると必ずコミュニケーションとかモチベーションみたいな話が出てきます。で、実は左から二つ目のこの採用の話っていうのが、割とこう表に出てきやすいんですけど、これ全部うまくいってないと取れないんですよ。求人出したところでですね、例えば評価の仕方がむちゃくちゃや、みたいなのはですね、今は割とこう SNS でこうなんか悪評が立ったりすると、応募来ないわけなんです。全然。全く来なくなってたりとかしますと。ということなので、さっきの人不足の問題みたいな話で言うと、割と大ごとでこれ全部整えていくとですね、黙ってても人が来るってくるということなんです、ね。だからピンチをチャンスにじゃないですけど、こういう時に全体のこうバランスを見に行くみたいなことがすごく大事になってきてますっていうところを、ちょっと情報として持っておいていただければというふうに思っております。はい。甚だ簡単ではございますが、一応情報共有ということで、はい、させていただきました。何かあればもう本当に突っ込んで聞いていただければ、何でもタダでベラベラお答えいたしますんで、ダダ流しで情報を流しますんで、お知り合いの方でも困った方いらっしゃったらおっしゃってくださいということでございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、続きまして、幹事報告です。先日、会場幹事会が開催されました。で、本年度の IM のご案内がありましたので、お知らせしておきます。2024年5月18日土曜日15時から、場所は三田ホテルで開催予定と聞いております。全員登録、そしてできるだけ多くの方の参加を、我々も多くの方が参加いただきましたので、していきたいと思いますので、皆さん、ぜひ、出てきてください。よろしくお願いいたします。山本さん来られるんですか？言うと思った。言うと思った。5月18日でございます。はい。一番多いですよ。はい。続きましての出席報告です。本日はガバナー公式訪問に際しまして、会員数14名、うち10名の出席となっております。あ、ごめん、11名。はい、11名の参加出席となっております。ありがとうございました。で、委員会報告ですが、他委員会からの報告はありませんが、今回、ニコニコ箱の報告をいたします。安木鎌田より多額の奉仕と、サンダーのお宅さんからも、ご挨拶してご賞いただきました。はい、ありがとうございます。はい、それでは、ただいま安木鎌田より各話を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いします。何分一応、20分か30分予定をしておりますけれども。はい。30分。はい。大丈夫です。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ご紹介に預かりました2680区のガマナの安行をでございます。よろしくお願いいたします。あまりその喋ることを、いつも同じなんで、あんまりね、もうこれ、あと7つですので、60回ぐらい喋ってるんですけど。嫌になってくて、自分が自分の言ってることを嫌になってきて、もう喋るの嫌やなと思いながら、でもまあ喋らなしょうがないのっていう、このネクタイ皆さん派手だと思いでしょうけども、私が選んだんじゃないので、ご承知おきください。時の RI の会長っていうのは1月にこれを国際協議会で、つけて出られるんです。ブレザーは10月ぐらいにパートナーが選ぶんです。だから、私たちには権限がなくて、あなた、今年はスコットランドの会長だそうだから、きっとタータンチェックの渋いネクタイだから。私たちはベージュのブレザーを選んだので、ちゃんと着てねというお達しがありました。
わかりました。まあ、来ていきます。ということで、1月に、フロリダまで行って、このブレザーだけを着て、ノーネクタイで、時の RI 会長がどんなネクタイを締めて出てくるんだろうなという、そこが発表で我々が初めて知るわけです。で、このネクタイを締めて、マッキナリー会長が出てくると、みんなが、とか言ってることと違うじゃないかっていうことで、驚いた次第なんですけど、このネクタイは1本、エルメスと同じ値段がします。エルメスのネクタイを買っておくと、まあ、人にもあげると、一生持っていただけるんですけど、このネクタイは1年経ったらほかされてしまう。これはガマナーが自分の自腹で買わなきゃいけない。皆さんに配るの200本ぐらいは。実にガマナーというのはもうケチョンケチョンに扱われる。で、この間電車に乗っておりました。隣の方から、芸人さんですかと言われて。このベージュとこのネクタイは、なんかどこかの、なんか吉本とかね、はいはい、ああいう松竹とかね、芸人さんみたいに追われてる。まあ、ガマナー色はそんなもんなんで、その通りです。申し上げてたの。実はそういうものになって、去年のジェニファーさん、来年のステファニーさんっていうのは女性のRI の会長なので、おそらくセンスはいいだろうと、羨ましく思っております。でもこれは、スコットランドの風景画家をモチーフにしましたというお話だけはされましたので、時の RI 会長は意味を言う方と、あまりこう、スルッと流す方がいい。今年のステファ、マッキナリさんはスッと流されたので、この理由はわからなかった。で、その風景画家のサイトを調べてみますと、多様性を表すので、この色なんですよ、と。だから混じりっ気がなくて、ちゃんと原色を使いながら、それをこう風景画家に、表していくので、こういう、まあ、色使いが鮮やかになっていくんです。これは多様性を表す、一つの、まあ、モチーフにしてるんですっていうことを出したので、ああ、なるほど。そういう意味で、このよう、採用されたのかなっていうのが後から分かれたので、まあ、決してなんか、人の趣味ではないのかなというふうには思ったので、納得をした次第なんですけど。で、去年の、ジェニファーさん、来年のステファニー・アーチックさんっていうのは、女性の方で、まあ、センスがいいというふうに、おっしゃってたので、きっといいネクタイを選ばれるだろうというふうに思います。で、先ほども会長らとお話してたんですけど、ロータリーは大きく変わろうとしてます、今。主に何が変わるのかというと、より地域、より小さな単位、より継続性を持ったもので、より特色を持ったロータリークラブを今やろうとしてます。おそらく、来年のアーチックさんは、専門がリーダー開発と組織の編成っていうのを専門にやられてる方なので、おそらくロータリーもいろんな意味で大きく変わっていこうというふうに、思われてます。で、それは何かというと、4年ほど前からもロータリーは変えようとして試みを今やってる最中で、去年スタートになった、パイロット的な地域がある。なぜそれをするかというと、もうイギリスガタ減り、オーストラリアガタ減り、で、ドイツちょっと増えた。で、なぜそれは、減ってたのかっていうのはもう、原因を調べたわけではないので、まだそれがわからない。でも、おそらく今、ロータリーが持ってる意識の中には、ある程度のなんか目星をつけたのかどうかわからないけど、それを一遍やってみたいっていうのが去年やってます。から始まりました。
おそらく2、3年でその成果が出たときに、実は、やっぱりこうなので、その方向づけをしますよという大きな改革を多分打って出る。その布石として、より地域的に持ってくる、より特色のあるクラブに持ってくるということを今もう言ってます。だから、それは確実にそういうことが起こってくるだろう。その中でどういうふうなあり方があるのかっていうのは、多分、いろんな提言を打ってくると思うんですけど、今言ったようなキーポイントの中の、その地域、より地域性、より特色を持ったもの、よりいろんな形っていうのがあるだろうっていうので、大きなクラブがいいのかとか、小さなクラブがいいのかとか、いろんな形態のスタイルがいいのかとかいうのは全く関係なしに、それぞれのもので、それぞれのもののやり方があるから、そこに魅力を打ち出せるかどうかを早く考えたとこが勝ちっていう話に今なってきてると思うんです。おそらくそれ、日本もやっていくだろうと。7月の、ガマナー会の時に理事が、日本版やりますよっていうのを宣言されたんです。だからおそらくもうそのスタートを切ったと思って、おそらくもう来年か再来年あたりにはもうこれしますねっていうのは言ってくると思うので、今からまあ準備をしていくことっていうことを多分我々は考えていかなきゃいけないのかなというのがあります。で、そこでこの3年間って我々は非常に空白の時代っていうか空白の数年間を送っちゃったんですよね。これは組織っていうのは、ロータリーもそうだし、会社の組織もそうだし、それはものすごく3年間空白だった。何を課題として与えられたかというと、機敏に動けたかどうかというのはものすごく問われたんですよね、一つ。で、もう一つは適応力っていうのをものすごく言われましたよ。適応できなかったものは全部落とされた。なんでかというと、これだけね、スピード感があるような変化、それから複雑性になった、それから相互依存してしまってる、で、不確実性がこれほどはっきりしたものがなかった、実際に明確な目標なんていうのは、いろんな目標になって不確実になっちゃった。で、不平等感は増すばっかり。で、それでいって結果、社会不安が起こっていった。だから、おそらく、これから先何が起こるか言ったら、リセット起こりますよ。リセットが起こることになっていく。だから、この機敏さがもたらす影響っていうのは、ものすごく、適応力がなかったら落とされちゃったんですよ。サービス業なんてゼロですよ。3年間。サービス売ることできないです。で、製造とか何かできる人はもう大打撃を受けたけども、なんとか持ちこたえた、必死になって。だけど、そこでできないっていうことが分かると、今度は問われるのが21世紀に本当に必要とされてるんかっていう、非常に問われたんですよね。これ、ロータリーもそういうふうに言われたんです。で、そこでロータリーに限って言うと、キーポイントになるのが3つの C っていう、言われてます。その一つ目はクラブの C ね。クラブどうしましょうかっていうのは多分この3年間非常に我々考えなきゃならなかったことで、クラブのあり方っていろんなものってあるのに、この3年間実は何も活動できなかったし、何も対面でもできなかったし、いろんな活動もできなかった。それが果たしてそのクラブのあり方っていうものを考え直す期間を僕らは飛んでしまってた。実は思い直したり、次のことのステップに進んでいくことを考えなく、まあ言ったら、今までのことを維持するのに大変やったから。だからそこでもう一度クラブのあり方の C っていうのは、クラブは何かっていうことを考えないと、多分できていないようなものなので、キーポイントの一つ目の C っていうのは、クラブをどうしましょうっていうことを言ってる。二つ目の C っていうのは、構図って言って、ビコーズの構図。動機づけとか意義づけとか言うんです。で、今まさにその動機づけとか、説明責任ってよく言ってますよね。このことで、何かやるためには、
実は説明することをしてなかった。実はこれこれをするためにはこういう理由でだからするんやいうことをもうその場で言ってあげないともう動かなくなっちゃったんです。だからこの二つ目の C っていうのは構図、動機づけとか意味づけとか意義づけとか、これを必ずその場で言ってあげないと動かないクラブ、あるいはロータリー、あるいは組織になってしまう。ここが多分キーポイントになるものだろうと。で、もう一つは、コンティニティ。要するに継続性っていうのをすごく言ってます。で、それは、今まで3年間途絶えたことの中に、実は私たちは価値観とか文化とか引き継いできたものが飛んじゃった。飛んだ中で、実は何を捨てて、何を拾って、何を改善して、次のステップにやっていかなあかんとかいうことの、その継続性というものを、なんとなくその、思いをまだそこまで深く考えてなかった飛んじゃった3年間。だからこの継続性というものに関しては、すごく何を拾っていって継続していって、何を捨てていって改善をしていかなあかんのかというのが、多分そこで問われたこと。この間の戦略計画の中にあるのは、戦略計画を取るというのは、その継続性をどうするかということですよね。多分そこで捨てていいものと、拾っていいものと、改善すべきものっていうのは、そこで考えなきゃいけなかったことを、多分3年間、ちょっとおろそかにしちゃった。だからこの3つの、クラブ、構図、コンティニティっていうのは、多分おそらくキーポイントになっていくやろう。このロータリーでも。そういうことをやって。で、2021年頃にロータリーは何を考えていってたとかというと、積極的に何事にも参加をさせることをしようということを言ってます。で、それはどういうことかというと、実は人を誘うということは、あなたが必要やということを言ってあげないと、もういない。だから必ずそこに積極的に参加させる。何でもいいです。例会でもいいし、会合でもいいし、対外的なプログラムでもいいし、対内的なプログラムでいいんですけども、その都度あなたは必要な人材や、必要な人やということを、そこで言う、積極的に参加させるということ。そうすると、ああ、自分は必要とされてるんやということを人は思うからそこに留まる。これを21年ぐらいに言ってるんです。だから積極的な参加のさせるということは、あなたが必要ですよということを必ず言いなさい。っていうことを言ってます。そうすると人は必要とされてるんやと思うから、そこに留まる。これを やろうというのが21年ぐらいに言ってます。で、去年何を言ってるかというと、インパクトをどうしますかっていうこと。インパクトというのは、評価とか効果とかを測ってください。ロータリーは下手くそなのは、良かったね、楽しかったねで送っちゃう。でも、その良かったねはどれぐらい良かったかというのは、アンケートとか数値化できる、データ化できる、視覚化できる、改善の点も見える。だから、おそらくその去年言ってるのは、インパクトを測ってください。どうやったらそういうふうな改善点とか見えるか、見える化しなさいと言ってます。で、今年は何を言ってるかというと、パートナーをどうしますかってことを言ってます。で、パートナーっていうのは、クラブの仲間のパートナーも、ご家族のパートナーも、地域のパートナーも、いろんなパートナーがいっぱいいらっしゃる。そのパートナーを引き込むことを考えないといかんでっていうことを言ってます。で、そうすることによって、実はロータリーっていうのはもう、孤高のロータリーじゃなくて、実は、いろんなところのネットワークを作ることをもっとやらないと、もうロータリーもう終わりになっちゃいますよっていうのは今年はごつ言ってるんですよ。だからこの21年ぐらいの積極的な参加で人に必要とされしてますよということを言わないといけないということと、評価どうするかということと、今年のパートナー引き込むことを考えないといけないっていうのが、この3年間や、をロータリーがやろうとしてる。そういうことを言ってます。それで、マッキナリーさんはそんなにその増強っていうのは言わないです。一番目に挙げてるのは維持。
で、その次に来てるのが増強。維持増強。だから維持をどうするかっていうことを言ってますよね、あの人。だからそこにそのキーポイントになるようなこの3つの C と、それから21年頃からやってる、その、例えば積極的に参加させることと、それから、まあ言った去年は効果、評価をどうするんですか、今年はパートナーどうするんですかってことを言ってます。これ、バッキーナーさんが言ってるんじゃなくて、事務総長に、ジョン・ヒューゴという人がいる。これ11年間に、ロータリーの CEO、財団の CEO で、ロータリー側の CEO、彼はキーウロータリーの会員ですよ。ウクライナの。で、もともと彼はまあそこだったんだけど、彼めちゃめちゃ頭切れて、世が世なれは彼、マッキンゼーから引っ張ったんです。マッキンゼーの会長になる人ですよ。だから彼だけ、ロータリーでは給料を払ってます。もらってます。RI の会長ですら、我々ですら、自腹で払、出さないと。でも彼だけは多分、年間1ぐらい以上はもらってると。だけど、我々が例えば財団に寄付するでしょ。彼はそれをもう、その CEO やかトップやか投資してますよ。彼が最高投資額が 39% で回しとるんです。で、今平均で我々が 年次寄付やるのが平均 6.6% ぐらいに回ってます。去年5つボンと落ちたんですけど、今年取り返してますので、多分平均して 6.6% で回してます。最高利率が 39%。もうね、銀行が少し上がりましたけどね、ロータリーに預けてください。数年で倍になります。という彼が、まあ、ロータリーを引っ張ってると言ってもいいんですけど、彼はそういうふうにこう切れるので、ロータリーの方向づけも彼今やっていこうとしています。だから彼はやっぱりいろんな意味では、今ロータリーいっぱい変えないといけないって思ってやってます。それは多分、おそらく来年の会長なんかもにもそれが及んでいくので、おそらくそういうことを考えていこうと。で、マキナイさんはそこまでは言わなかったんですけども、彼はでも4つほど強調点言ってます。で、それは、ロータアクトっていう人たちをもうちょっと力つけてあげたい。なんでかというと、去年1年間ロータアクトは1万2000人世界から辞めていってるんです。でも、クラブは3500できてるんです。ロータに作らなきゃいかんと。でも若い人は目向きもしなくなっちゃう。だからそれを力を上げたいということと、2番目に言ってあるのが、ジョージのエンパワーメント。ジョージが置かれている権利とかは、ものすごく未だにダメ。で、それをもし、できるならば、女性の方へ格上げをして、もう少し女性の権利も含めた形は続けて支援したいから、それは強調点の2番目に挙げておられる。で、3番目が DEI で、僕なりに考えているのは DEI っていうのは、いろんな人に利益、持っておられるいろんな立場の人、いろんな方に利益があるのに、その利益を公平に配慮してあげることが DEI やと思う。これまあ細かく言っちゃうとすごく深入りしちゃうので、僕はまあ簡単に思ってるのはそういうことだと思うので、これはもう少し文化にしたいので、もっと続けたいですよというのは言ってます。で、これはやっぱりもうロータリー自体がおそらくそれを外しちゃうと、もうロータリーはできなくなってるところまであるので、それは もうちょっとこう文化として育てたいので、ずっと長く続けたいですっていうのは言ってるので、今年も来年もその次もずっと続いていくと思います、これは。で、最後に言っておられるのが、やっぱりポリオをやっぱりもうちょっとやりますっていうことで、今の11月の時点で10人になりました。で、10人増えたっていうことも、理由が分かってます。で、特定の地域と特定の要因だけで10人出たんです。だからこれを、封じ込めることができるので、今もうやってるので、多分ここは抑えられる。で、多分12月からゼロになると思う。で、3年間それができたら、多分宣言通り2026年に根絶宣言すると思います。これはまあ、確実的に今やってるところで。で、なぜそれが増えていくのかというと、周辺部
あの、のカトマンズの周辺部のカトマンズじゃ、あのイスタンブルとか、あのでイスタンブルじゃ、イスラマバードとか、そういう大都市部に今住んでる不法移民の人たちが住んでて、ワンエリアに2000人ぐらいいるんだけども、そこに片っ端から今ワーカーさんと一緒に入っていて、1年間24時間ずっとやってるんですけど、ここに何人の子供がいて、でいついつワクチン投与して、いついつ行きましたってずっと2000世帯回ってて、次の最初のとこ戻っていくと、子供が5人増えてる。で今その叩き合いや、潰し合いやってます。だから1000円ぐらいの我々の寄付のうちの750円ぐらいは維持管理に費やしてて、250円ぐらいでしかワクチン投与してないんです。でもそこで維持をしないと増えちゃうので、その維持に力を注いでます。でも、増えちゃうのはなぜかというと、その、不法移民だから、上下水道はない、その場で牛が死んでる、豚が死んでる、垂れ流し、そこに住んでる人たちが増える。だけど、その我々が行くと、靴は捨てて帰ってくださいって言われる。新しい靴を持って行って、その履いてた靴は、そこで捨てて帰らないと感染力強くて、他の感染力もあって、コレラ、赤痢とか蔓延してる。だからもう履いてる靴の下はもう捨てて帰ってくださいって言われる。で、今、パキスタンがちょっと危ないのは、不法移民が住んでるとこを今、強制で撤去してるんですよ。強制退去させてる法律で。これ始まったので、余計に増えないかな。ということを今危惧しているので、そこまで人権侵害してもいいんかなと思ってるんですけど、まあそこやってる。ビル・ゲイツみたいな人はロータリアンだけど、スーツ着て、ペチャー、ええ格好して入ってます。でもロータリーは周辺のもうひどいとこ入ってやってます。そこに今力注いでるので、ちょっとそこがもうちょっとかな。まあそういうこともある。であのロータリーはなぜそこをやっちゃうのかっていうと、今あのロータリーは1945年の国際連合ができた時に、ロータリーっていうのは国際連合を作るあの法律の草案を出した時からロータリーはやってるんです。で今70何年間ロータリーは国際連合でどんな位置かとなると、特別の特権を与えられているのがロータリーで、何を特権を与えられているかっていうと、ユネスコとかユニセフとか世界銀行とか WHO とか、そういう非営利組織、非営利組織っていうのがたくさんあるでしょ。そこの監督権を持ってるのはロータリーです。諮問機関としてロータリーだけが与えられてる。ライオンズは絶対入れない。ライオンズはただの NGO。ロータリーだけはそこで諮問機関、監督権を持っているのはロータリーだけで、何をやってるかというと、各国がそこで集まって来られるでしょ、代表が。これの司会、プログラムを作っているのはロータリアンがやっています。だから、ロータリーっていうのは、世界各国の代表権の中の一つの国として扱われているので、我々このバッジをつけていると、ロータリー、国際連合の監督権持ってる人たちねって言われるんです。そこが我々はその意識をして、日本人って結構しないんですけど。でも、そういうパキスタンなんか行ったら税関とか素通り通りますから、もうロータリーの方でしょって言われます。そこまでのことが言われるので、まあ、ぜひその辺のところは少し、だから財団を置かないとダメなんです。横で世界最大の財団を持ってこないと、一国のロータリーは扱いをされるので、私たちがこれだけ出すけども、あなたたちは出さないのって言われるんです。つまり一つの国の扱いでされます。だから横にロータリーは財団を持っておいて、一つの監督権を持っているので、あなたの国に出してくださいよって言う立場なので、じゃああなたはって言われたら、出さざるを得なくなっているので、ロータリー財団というものが自然に大きな世界最大の財団になっていった。それは国連と一緒に歩んできた中でそうなっていってしまっていく。渡されてる、課せられてる重荷っていうのはすごく重いので、
発達せざる、発展せざるを得ない、そこにお金は置いとかなきゃしょうがないということでなっていたいという経緯がある。でも、一の扱い、プライドの扱いというか、我々の威厳の扱いというのは、トップクラスで扱われているのは間違いなしです。ライオンズはなれないです。一、NGO です。そこの違いがあるんです。それでもう残り少し。7分ぐらい、10分ぐらい。まあ、まあ、そういうこともあって、いろんな方々がロータリーとしては関わっていただくし、あと7分の間なのであまり言わないですけど、1905年にロータリーというのはできた、シカゴ。で、それはポール・ハリスが4人の男たちと作っていたんですけど、1905年に、シカゴから2月2日に、ある男の人が近江八幡市に来てます。同じ時期。で、彼は近江八幡商業高等学校、今、滋賀県立大学。滋賀大だけど、そこ、英語の教師として赴任したんだけど、彼はまあ伝道したい、バイブルの伝道したい、キリスト教伝道したいからって言って来たんだけど、まあ、早めにその排斥されて2年ほどで学校を辞めさせられて、彼は建築家志望だったので、いろんなところに洋館、近江八幡のところに洋館、あるいはプロテスタントの大学を建てていくんです。でも、資材はアメリカとかヨーロッパから、その当時は洋館を建てるのに持ってこなきゃいけないので、アメリカから版権をもらって、売ったかお金で資材力を買ってやろうとして、もらった版権がメンソレータムです。あ、彼の名前はウィリアム・メリル・ボーリスです。で、ボーリスっていうのはそういうふうにメンソレータムの版権をもらって近江の八幡の近江八幡市のところで近江兄弟社いうのを作って社会事業をやったり医療活動をやったり日本で初めて幼稚園を作ったり図書館を作ったりしていった人なんです。で、彼はお嫁さんは一つ柳真紀子さんという方で、彼のお嫁さんはこれは、小野加藤藩の一つ柳末則さんのお嬢様。で、この牧子さんのお兄さんは、慶三さんという方で、この慶三さんというのは、大同生命を養子に行ってるんです。だから、御堂筋に行くと大同生命。今、新しいビルがあるんです。あそこの、柱、モーリスの設計です。しばらく、もうちょっと下がると、大阪心斎橋大丸。ボーリスの結成形ですよ。でも、プロテスタントの大学は、漢学とか、同志社とか、神戸女学院とか、大阪女学院とか、明治学院とか、カスイル、いろんなそのプロテスタントの大学を作ってますし、教会も作ってます。で、彼はなぜその、1905年に来てやったかというと、彼は近江の八幡の職業倫理の、職業人が持ってる倫理観と、ロータリーが持ってる倫理観とか、あって、で、もう一つ、彼が持っている宗教的な背景も、プロテスタントの背景というのは同じ背景なんです。一生懸命仕事をして、人のためにやって、自分のためにやらなくてもやると、そこから上がる利益はよしとする。これは資本主義の発展になるし、近江の商人の持っている気質も同じで、職業の持っている倫理観というのも一緒で、ロータリーと合わさるんです。彼は、1945年にマッカーサーが天皇とどうしようかと言って謁見したときに彼は通訳として言ってるんです。で、彼はマッカーサーにこの人は神じゃなくて日本のシンボルとしては大切な人で人としてもものすごくいい素晴らしい人間なのに処分するなんて持ってのほかよって進言したのがボーリスです。日本を守ったのはこのボーリスです。彼は彦根ロータリーか、京都ロータリーです。写真にバッチつけてますよ、ロータリー。だから、かたや1905年にシカゴで起こったロータリーのポール・ハリスと、かたや1905年シカゴから日本にやってきたボーリスが、シカゴをはじめ、スタートとして、両方ロータリーで結ばれていって、しかも、職業の持ってる倫理観というのは一緒で、日本を、あるいは世界を救った人、
なってる。これもロータリーの1ページの一つです。で、なんでそれを僕が言いたいのかというと、今、ウクライナから僕、女の子呼んでるんですよ、ロータグと。で、彼女は、ウクライナの復興の役に立つために、日本のロータリアに会いに来たいって言って来ているんです。多分、この、我々が持ってるロータリーの哲学的なこととか、職業倫理観とか、我々がやろうとしてること、日本人の気質が持ってることなんていうのは、必ず彼女の役に立つだろうということを、彼女はそういう期待をしてるんです。ぜひ会ってあげてももらいたいし、日本のロータリーっていうの、ロータリアンっていうのはもっと自信を持ってもいいと思うんですね。彼女らは期待をしてますよ。我々ロータリアン。だから、ぜひそんなことも含めて、なんか、思いの一つにしていただければというふうに思いますので、よろしくまたお願いします。拙いお話でしたけども、この辺で終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。ね、まあ、クラブとしても、特色をね、出していくっていうところは、我々も、まあ、インターネット上のね、もうぜひ、ぜひ、それで、自信を持ってやってみたらいいかな。十分です。ですので、まあ、なかなかリアルに、ね、出てこれない方、まあ、もちろんね、山内さんも久留米なんで、なんか年1回とか、なんでしょうけど、ね、まあ、できることとか、場をね、作って、貢献できることとか、ね、やっていただくことがあると思いますので、はい、ぜひ、よろしくお願いします。あ、大越さんとこのお父さんも。やってきた。はい、もう、今日はあかりやというのは言わせないように。はい、では本日すべてのプログラムが、ね、終了いたしました。ヒヨコロータリークラブガバナー公式訪問例会を閉会いたします。閉会の提示を渡辺会長お願いいたします。はい、終了いたします。あら、はい、じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。写真撮りましょうか。そうですね。ありがとうございました。でも、ね、違うな。あの場所に行かないと、そうですね。あれやな。はい。まあ、もう、これ撮ったら、ね、映ってるね。これで、はい。あ、いいんスクリーンショット。あ、そっか。はい。でも、あれも撮っててもいいんじゃん。そうなんだ。こう言ってもらってもいいかもしれない。いや、そうですね。はい。はい。はい。こうしますね。いきまーす。はい。はい。チーズ。あとは、携帯でいただける。はい。マスクちょっと出す。いきまーす。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ごめん、ごちそうさまでした。皆さん、お疲れ様でした。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 はい。はい、かわいい。